こんにちは、夢参加なビートルズワールドニュースです。AI 音声ですが、最後まで聞いてくださいね。今回は、私の心には悪があった、ジョン・レノンを射殺した男の話です。ジョン・レノンを射殺した男は、1980年にニューヨークのアパートの外でビートルズのスターを名声のために射殺したと語り、2度目の仮釈放を拒否された。私の心には悪があった。 ジョン・レノンを射殺した男。1980年にニューヨークのアパートの他でジョン・レノンを銃殺した男は、仮釈放委員会に対し、最愛の元ビートルズを殺すことは間違っていると分かっていたが、名声を求め、心の中に悪があったと語った。マーク・デイビッド・チャップマンは、12回目の仮釈放を拒否した委員会に対し、世界的に重要な人命を自分勝手に無視したことを理由に、 このコメントを発表した。チャップマンは、月曜日に州当局によって発表された記録の中で、レノンを殺すという決断は、すべてに対する私の大きな答えだと述べた。私はもう、誰でもないものになるつもりはなかったのだ。私は、私をそこに連れてきた他の何かや誰かを責めるつもりはないと、チャップマンは理事会に語った。自分のしていることはわかっていたし、 それが悪であることも、間違っていることも分かっていた。でも、名声がとても欲しかったから、すべてを捧げて人の命を奪うことも意図はなかったんだ。チャップマンは1980年12月8日の夜、レノンが小野陽子とアッパーウエストサイドのアパートに戻る途中にレノンを殺害した。その日、レノンは最近発売されたアルバムダブルファンタジーにチャップマンへのサインをした。チャップマン、 67歳は理事会にこう言った。これは私の心の中の悪でした。私は何者かになりたかったし、それをとどめるものは何もなかった。犯人はニューヨークのハドソンバレーにあるグリーンヘブン共生施設で20年の終身刑に服している。彼はこの数年、仮釈放審問で繰り返し反省の弁を述べている。私は多くの人々をあちこちで傷つけた。 誰かが私を憎みたければ、それはそれで構わないし、私はそれを理解すると彼は8月31日の公聴会で述べた。釈放を拒否する際、委員会はチャップマンの行動があなたが作り出した空白から世界が回復することを残したと述べた。彼の次回の仮釈放委員会への出席は、2024年2月に予定されている。6月には、 1981年にロナルド・レーガン大統領を銃撃し負傷させたジョン・ヒンクレイ・ジュニアが裁判所の監視から解放され、法律家と精神衛生専門家による数十年にわたる監視が正式に終了しました。ヒンクレイは心身喪失を理由に無罪となった。チャップマンは2020年の公聴会で自分の行動を卑劣だと言い、一生刑務所に入れられることを選択しても何の不満もないと述べた。彼は当時、 私は彼を暗殺した彼がとても、とても、とても有名だったから、それだけが理由で、私はとても、とても、とても、自己顕示欲が強かったんだ。とても利己的だ。彼は以前、この犯罪について、年々恥ずかしさが増していると語っていた。殺人のあった日、彼は午後にダコタに行き、レノンにアルバムにサインしてくれるように頼んだ。レノンはそれに応じると、 待ってイタリム人に乗ってレコーディングスタジオに向かった。入り込みすぎていたとチャップマンは2018年に仮釈放委員会で語っている。確かに、おい、今アルバムを手に入れたぞ一重引用布という思いがあったことは覚えている。これを見てくれ、彼はサインしてくれたんだ、もう帰ってくれ、でも、ただ帰るなんてことはありえないんだ。レノンがよ子と一緒に午後10時半頃にビルに戻ると、 チャップマンがまだそこにいた。彼は、彼の背中と肩に4発撃ち込んだ。レノンは1時間後に病院で死亡が確認された。警察がチャップマンを逮捕するために到着した時、彼はライムギハタで捕まえてのページをめくっていた。裁判では、彼は心神喪失を主張する弁護士の試みを拒否し、代わりに有罪を主張した。2000年、初めて仮釈放されることになった。 刑務所では、他の受刑者から身を守るため、本人の意思に反して隔離される。刑務所の事務員として働きながら、一日三時間だけ独房から出ることが許される。以上私の心には悪があった。ジョン・レノンを射殺した男の話でした。今日も、AI 音声にもかかわらず、最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。これからも、 ビートルズワールドニュースを掲載しますので、AI 音声ですが、これも運命かと思って、またご覧になってくださいね。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。こんばんは、夢で、ジョン・レノンに会えるかもね。知らんけど。